コルベルク級小型巡洋艦アウクスブルク。コルベルク級小型巡洋艦はドイツ帝国海軍の1906年1907年計画により1910年から1911年にかけて建造された。1920年戦時賠償艦として日本へ引き渡され、1922年解体処分退役。性能所言。